じゃあこんにちは。ちょっとこれに座ってるっていうことは今日もあれか。そうです、今日もオレンジ色ということはもうジャイアンツのチェアなので、はい、これ色分けができるようになってきたな今日は。ね、どこのチェアなの。もう座ってる時にあ、今日は横浜かみたいな、青だったらね、ああで赤だったらあ、カープ、うん、みたいなので、白黒だったら阪神かみたいな。そうですよ、そうでしょう。だから今日もそうです、ジャイアンツカラーなので、ジャイアンツなんですけど、ヤクルトカラーがないんでまあそれはあのブルーで、おいおいね。そうですね、はい、おいおい。ジャイアンツ、まあ、坂本選手がね、はい、ようやく戻ってきました。坂本おじさん復帰ですやっと。だけど、はい、それに合わせるように、はい、吉川どうした。そうなんです、あの吉川選手があのオリックス戦で四球受けましたけれども、実は、左手中指を骨折と、あと脱臼ということで抹消です。ね、これはどうで、ちょっと長引きそう。いや、やっぱり1ヶ月はかかるよね。あ、結構かかりますね、やっぱり。だから吉川ってなんか不運だよな。なんか怪我ばっかりするというかさ、はい、でもあれは山崎幸也という人間が当てたんだけど、はい、あれは吉川が悪い。避けなければということですか。うん、俺らもそう思うのよ、はい、俺当たったことないんだけどさ、ここには。あ、そうなんです。指には、はい、だけどここら辺はあるわけ、はい、打ちに行くでしょ、はい、手が出ちゃうと当たっちゃうんだよ。でもこんなボールでしょ、はい、ここを打ちに行ったら当たるよそりゃ。うん、それはね、やっぱもう少し技術を向上させなきゃいけない。あ、豊さんだったらもう引くってことですね。あれがあって引くっていうか、もう出さないよ、ね、手を。あ、大丈夫と思って、手を出さないか背中で受けるという。逆に、うん、だからデッドボールを多く受ける人っていうのは、はい、デッドボールに対しても避け方っていうのがあって、はい、やっぱ背中で受けるようになってるんだよね。かわし方、ね、だからこう指に当たるっていうのはさ、もう打ちにいってるから、手が出ちゃってるから、もう当たるボールに対して、はい、だから当たっちゃうんだよ。山崎も濃いじゃないし、はい、クソボールっちゃクソボールだよ、うん、それを打ちに行こうとした吉川が悪いんだよ。あれは仕方ないって、うん、だから原監督のコメントもわざとじゃないし、はい、仕方ないと、はい、ね、吉川のことは俺みたいには言わなかったけども、はい、まあ言えないよね、指揮官だから。そうですよねあのボケ、まあ、手出しゃってとか言わないよね。けれども、ね、分かってるっていうことですね。いや、でも原監督も分かってるよ、うん、やっぱ手が出ちゃったからなっていう、うん、だけど、はい、やっとよ、原監督の腹が座ったというかさ、はい、吉川起用にね、8番とかいろいろ打たされたりだとか、はい、併用したりだとか、いろんなことをやりながら吉川も我慢してそこに耐えながら、まあ、坂本がいなくなって、はい、じゃあ3番を打たしてみようと、丸も不調だったしみたいな、で結果が出始めたじゃない。そうなんです、打率もここまで3割1分2厘で、うん、ホームランも3本で10打点。いや、まあ、それで、はい、交流戦に入ってまた絶好調だったじゃない、はい、やっとレギュラーの、うん、レギュラーとして一人前になってくるとか、はい、成長を見せ始めたという、うん、でポテンシャルの高いもともと選手だからさ、はい、原監督も、まあ、3番に据えてどうかなと思った節も ありながら、吉川がその期待に応えていった、よしよしと思った矢先じゃない。そうですよね。あ、だからこれはね、一つのレギュラーをまた一から、はい、取りに行かなきゃいけないのかなっていうふうに思うよね。そうですね。でここから多分1ヶ月ぐらい抹消されると、うん、今度オリンピック期間中のそのストップの期間に入るじゃないですか。そうなんだよ、オリンピック期間前に、はい、3試合ぐらい前にやってくれればさまあこれその期間で直せたりとかもするんだけどさ、ということはかなり長い期間試合から遠ざかることになるじゃないですか。これは、うん、吉川さんね、阪神はオリンピックブレイク5が大事なんだよ、はい、あ、5がですか。5が大事、はい、ね、巨人は交流戦明けのブレイクまでの、オールスターまでの期間が大事なんだよ。まさにこれからの1ヶ月だったわけですね。そうなんだよ、そこでやっぱ吉川がいない、はい、まあ、吉川の穴はね、若林とかそういうのでは埋まると思うよ、はい、まだね。だけど吉川の成長とかさ、うん、今後のジャイアンツっていうのを考えた時に、うん、吉川のこの離脱は痛い。そうですよね、うん、これもし離脱、もちろん離脱せずにここに坂本選手が戻ってきましたとなると、
なった場合、原監督はどういう構想を練ってたと思いますか。吉川あの直樹選手が怪我をしないという、でも一番例えば梶谷が治ってこないんだったら、はい、松原、はい、で2番にウィラーが、そこに坂本が変わる、はい、で3番吉川、あそこは坂本選手3番ではなくて、あ、まあ、でもね、3番ウィラーでもいいよ。おで岡本、はい、でも右左ジグザグが好きだからね、はい、監督は。だから松原坂本、うん、吉川、吉川やっと3番に慣れてきた打順だから、はい、で岡本、うん、スモーク、ウィラーってしてたかもね。どっちにしてもやっぱり吉川選手っていうのはまあ3番だったりとか、いやもう戦力としてしっかり捉えてたからさ、うん、で本人もやっぱそういう責任を果たそうと思って、はい、一生懸命やってた矢先だったからね。そうですよね、うん、で、まあ、坂本選手がショートに戻って吉川尚輝選手が、まあ、セカンドでっていう使い方をしようと。そうだね。原監督はこの怪我はどういうふうについてるんですか。いや今年はやっぱついてないかな。そうですね、うん、ただねやっぱこう記事にもあったんだけどさ、はい、メジャーリーグも怪我人が続出してんのよ。そうなんです。筒香選手もまあしたけどね、はい、これはね調整っていうのがすごく難しくなってるわけね、はい、でこれコロナの影響がもう完全に影響してるんだけど、はい、まずねアメリカの方では試合数が60試合あとは空き時間になってる、はい、そうなったら何をする、トレーニングとして。もうウェイト、ウェイトだよね、はい、そうなってくると体が重くなったりだとか、はい、大きな筋肉をつけちゃうと怪我につながる。やっぱスピードが必要だから、はい、で日本の場合だとやっぱこう120試合になった、まあ、にアメリカよりは多かったんだけどさ、はい、その間ウエイトもやるし、うん、あのね本来は1シーズンをフルに戦って体ができるんだよ、はい、若手とか特にね、うん、ウエイトとかじゃないんだよ、うん、でも日本の選手もウエイトの時間が増えたりだとか、はい、そういうことにより筋肉の怪我につながってるっていうんだよ。じゃあやっぱりコロナが関係してるんですか、ね、関係してる、怪我の多さっていうのが、うん、それとオフシーズンが少なかったじゃない、はい、そうですね。で、すぐキャンプじゃない、はい、その間がやっぱ短すぎるって言うんだよね、はい、だから怪我、調整、そういうものが難しくなってるという、あ、じゃあことが言われてる。今シーズンこの後もやっぱちょっと怪我人がまた出る可能性って多くなってくることもあるな、ますよね。だから時間があるからってパワーアップしたいからってウエイトをね無駄にやらない方がいいよ今は。 あのねフルに動きながら、はい、空いてる時間にウエイトやってるんだったらまだいいけど、はい、ウエイトのためのウエイトっていうのはやっぱ体を重くするだけだし、はい、それあの下半身に負担くるし、はい、やっぱこうやめといた方が俺はいいと思う。じゃあ今のこのコロナ禍であった練習方法っていうのは、うん、どういうふうなのがベストなんですかねっていうと、あんまりあのストイックにやらないことの方がいいと思う。あ、そうなんですね、うん、1試合やるとさレギュラー陣は、うん、やっぱ相当な疲労もかかるし、はい、それだけでやっぱ筋力アップは毎日してるんだよね、はい、そうなってくるとやっぱ時間ができた時にやると余計に負担がかかってきてるということだよ。だから体を作らない、あの故障しないためにウエイトをしてる人もペースを考えた方がいいと思う。そうですね、うん、ちょっと分量減らしたりとか、ちょっとあの試合が減った分それを減らすとか、はい、そうしないと、はい、怪我につながるっていうふうにやっぱこうなんていうの、医者の人が書いてたけど、そうなんですね、うん、いやだから本当にメジャープラスプロ野球の各チーム、うん、まあね、ちょっと故障者であの苦しんでるチーム多いですからね。多いな、まあ、周東選手もね抹消されましたし、だから、まあ、中田翔も、ね、そうですね、磯畑っていうスピードスター、そうなんですよ、ハムストリング、はい、まあ必ずやるね、足の速いやつは。筋力がついてこないのかも分かんないよね。どう、そのぐらいこう爆発的な力を発揮してるということだと思うんだけど、まあ、筋力に負担はかけてるってことかけてるんだよ ね、 だから本当にあの調整は難しいしさ、はい、試合が、まあ、例えばね、はい、少ない分だけ練習量を増やすとかさ、はい、いろいろやろうとしてると思うんだけど、はい、適度の方がいいと思うよ。そうですね、やりすぎない方がいい、うん、やりすぎない方がいいと思うですよね、うん、
だから本当にあの吉川の怪我っていうのは、はい、まあ、突発的な怪我でね、はい、筋肉の怪我じゃないけども、うん、やっぱプロ野球選手っていうのは、まあ、他の選手もそうだと思うけども、はい、コロナの中ですごい大変な調整を行ってるということだよね。そうですよね、うん、だから単に怪我したから、まあ、練習してないからだとか、うん、そういうことじゃなくて、はい、やっぱね、いろんなことが要因として考えられるから、うん、もう安易にあの選手は練習しないからダメだとか言っちゃダメだよ。そうですね、うん、あの我々が見えてないところで、ね、はやってるし、そうですよね、やってるし、うん、やっぱこのねコロナ禍の中で調整、うんね、それはものすごく難しいと思うよ。初めての経験だもん。そうですね、だから昔からあった事例があって、うん、それを紐解いて参考にするような事例がないわけでしょ、はい、もう試行錯誤を模索しながらやってるわけでしょ、はい、そこにね、あの安易には言っちゃいけない。そうです、ね、だから本当に怪我しないように、まずね、もう頑張ってって、もう我々は応援しかないんだよね。ね、怪我しないようにっていう、うん、そこだけです、ね、もう祈るしかないんだ。そうですよね、はい、まあ、ただね、吉川選手、まあ、ちょっとね離脱になってしまいましたけれども、うん、早くね怪我を治してまた多分オリンピック明けになるのか、まあ、オリンピック明けだな、ね、あの慌ててもしょうがないしさ、はい、もうベストの状態で戻ってきてほしいよね。で、はい、それまでは今いる選手たちでジャイアンツ一丸となってっていうところですよね。そうだね、